舞踏会芥川龍之介明治十九年十一月三日の夜であった。当時十七歳だった某家の令嬢秋子は、頭の禿げた父親と一緒に、今夜の舞踏会が催さるべき六名間の階段を上っていた。 明るいガスの光に照らされた幅の広い階段の両側にはほとんど人口に近い大輪の菊の花が三重の間垣を作っていた菊は一番奥のが薄紅中ほどのが濃い黄色一番前のが真っ白な花びらを房のごとく乱しているのであった そうしてその菊の間書きの尽きるあたり、階段の上の舞踏室からは、もう陽気な還元楽の音が、抑えがたい幸福の吐息のように、休みなく溢れてくるのであった。秋子はつとにフランス語と舞踏との教育を受けていた。が、正式の舞踏会に臨むのは、今夜がまだ生まれて初めてであった。 だから彼女は馬車の中でも折々話しかける父親に上の空の返事ばかり与えていたそれほど彼女の胸の内には「愉快なる不安」とでも形容すべき一種の落ち着かない心持ちが根を張っていたのであった彼女は馬車が鹿名間の前に止まるまで何度苛らたしい目を上げて 窓の外に流れてゆく東京の街の乏しい灯火を見つめたことだか知れなかった。が、六名館の中へ入ると、間もなく彼女はその不安を忘れるような事件に遭遇した。というのは、階段のちょうど中ほどまで来かかったとき、二人は一足先に登っていくシナの体幹に追いついた。 すると、体幹は肥満した体を開いて、二人を先へ通らせながら、呆れたような視線を秋子へ投げた。初々しいバラ色の舞踏服、品よく首へかけた水色のリボン、それから濃い髪に匂にっている、たった一輪のバラの花。実際その世の秋子の姿は、 この長い弁髪を垂れたシナの体幹の目を驚かすべく、開花の日本の少女の美を遺憾なく備えていたのであった。と思うと、また階段を急ぎ足に降りてきた若いエンビックの日本人も、途中で二人にすれ違いながら、反射的にちょいと振り返って、やはり呆れたような一別を、 アキコの後ろ姿に浴びせかけた。それからなぜか思いついたように白いネクタイへ手をやってみて、また菊の中をせ狭しく玄関の方へ降りていった。二人が階段を上りきると、二階の舞踏室の入り口には、反白の鳳髭を蓄えた主人役の伯爵が、教官にいくつかの勲章を帯びて、 類十五世式の装いを凝らした年上の伯爵夫人と一緒に応用に客を迎えていた明子はこの伯爵でさえ彼女の姿を見た時にはその老下らしい顔のどこかに一瞬間無邪気な驚嘆の色が巨来したのを見逃さなかった人のいい明子の父親は 嬉しそうな微笑を浮かべながら伯爵とその夫人とへ手短に娘を紹介した。彼女は周知と得意とを変わる変わる味わった。が、その糸間にも剣高な伯爵夫人の顔立ちに一点下品な気があるのを感づくだけの余裕があった。 舞踏室の中にも至るところに菊の花が美しく咲き乱れていた。そうしてまた至るところに相手を待っている婦人たちのレースや花や象下の扇が爽やかな香水の匂いの中に音のない波のごとく動いていた。秋子はすぐに父親と別れてそのきらびやかな婦人たちの ある一団と一緒になった。それは皆同じような水色やバラ色の舞踏服を着た同年輩らしい少女であった。彼らは彼女を迎えると小鳥のようにさざめきたって口々に今夜の彼女の姿が美しいことを褒め立てたりした。が、彼女がその仲間へ入るや否や、 見知らないフランスの海軍将校がどこからか静かに歩み寄った。そうして両腕を垂れたまま丁寧に日本風の会釈をした。アキコはかすかながら血の色が頬に昇ってくるのを意識した。しかし、その会釈が何を意味するかは遠までもなく明らかだった。だから彼女は 手にしていた扇を預かってもらうべく、隣に立っている水色の舞踏服の礼状を振り返った。と同時に意外にも、そのフランスの海軍将校は、ちらりと頬に微笑の影を浮かべながら、異様な悪山を帯びた日本語ではっきりと彼女にこう言った。一緒に踊っては くださいませんかまもなくアキコはそのフランスの海軍将校と美しく青きダニューブのバルスを踊っていた相手の将校は頬の日に焼けた目鼻立ちの鮮やかな濃い口ひげのある男であった彼女はその相手の軍服の左の肩に 長い手袋をはめた手を預くべく、あまりに背が低かった。が、離れている海軍将校は、巧みに彼女をあしらって、軽々と群衆の中を舞い歩いた。そうして時々彼女の耳に、愛想のいいフランス語の伏せ字さえも囁ささいた。彼女はその優しい言葉に、 恥ずかしそうな微笑を報いながら、時々彼らが踊っている舞踏室の周囲へ目を投げた。皇室の御紋章を染め抜いた紫ちりめんのまんまくや、爪を張った僧侶が身をうねらせているシナの国旗の下には、花瓶花瓶の菊の花が、あるいは軽快な銀色を、あるいは陰鬱な金色を、 人並みの間にちらつかせていた。しかもその人並みはシャンパーニュのように湧き立ってくる華々しいドイツ管弦楽の戦術の風にあおられてしばらくも目まぐるしい動揺を止めなかった。ア子はやはり踊っている友達の一人と目を合わすと互いに浮かえそうなうなずきをせわしい中に送り合った。 その瞬間にはもう違った踊り手がまるで大きな蛾が,が狂うようにどこからかそこへ現れていたしかしアキコはその間にも相手のフランスの海軍将校の目が彼女の一挙一動に注意しているのを知っていたそれは全くこの日本になれない外国人が いかに彼女の快活な舞踏ぶりに興味があったかを語るものであった。こんな美しい霊場もやはり紙と竹との家の中に人形のごとく住んでいるのであろうか。そうして細い金属の箸で青い花の書いてある手のひらほどの茶碗から米粒を挟んで食べているのであろうか。 彼の目の中にはこういう疑問が何度も人懐かしい微笑とともに往来するようであった。明子にはそれがおかしくもあれば同時にまた誇らしくもあった。だから彼女のきゃしゃなバラ色の踊り靴は物珍しそうな相手の視線が折々足元へ落ちるたびに一層身軽く滑らかな床の上を滑っていくのであった。 が、やがて相手の将校は、この子猫のような霊場の疲れたらしいのに気がついたと見えて、いたわるように顔を覗き込みながら、もっと続けて踊りましょうかの、メルシアキコは息を弾ませながら、今度ははっきりとこう答えた。すると、そのフランスの海軍将校は、 まだバルスの歩みを続けながら前後左右に動いているレースや花の波を縫って壁際の花瓶の菊の方へ悠ゆ々うゆうと彼女を連れて行ったそうして最後の一回転の後そこにあった椅子の上へ鮮やかに彼女をかけさせると自分は一旦軍服の胸を張ってそれからまた前のように うやうやしく日本風の会釈をしたその後またポルカやマズユルカを踊ってからアキコはこのフランスの海軍将校と腕を組んで白と木と薄紅と三重の菊の間書きの間を絵画の広い部屋へ降りていったここにはエンビックや白い肩がしっきりなく巨来する中に 銀やガラスの食器類に覆われたいくつかの食卓があるいは肉と小炉との山を盛り上げたりあるいはサンドウィッチとアイスクリームとの塔をそば立てたりあるいはまたザクロとイチジュクとの三角塔を築いたりしていたことに菊の花がうずめ残した部屋の一方の壁上には 巧みな人工のブドウツルが青々と絡みついている美しい金色の格子があったそうしてそのブドウの葉の間には蜂の巣のようなブドウの房がル々と紫に下がっていたアキコはその金色の格子の前に頭の禿げた彼女の父親が同年輩の紳士と並んで葉巻をくわえているのにあった 父親は秋子の姿を見ると満足そうにちょいとうなずいたがそれぎり連れの方を向いてまた葉巻をくゆらせ始めたフランスの海軍将校は秋子と食卓の一つへ行って一緒にアイスクリームのさじをとった彼女はその間も相手の目が折々彼女の手や 髪や水色のリボンをかけた首へ注がれているのに気がついたそれはもちろん彼女にとって不快なことでも何でもなかったがある刹那には女らしい疑いもひらめかずにはいられなかったそこで黒いビロードの胸に赤い椿の花をつけたドイツ人らしい若い女が二人のそばを通った時 彼女はこの疑いをほのめかせるために、こういう簡単の言葉を発明した。西洋の女の方は本当に美しゅうございますこと。海軍将校はこの言葉を聞くと思いのほか真面目に首を振った。日本の女の方も美しいです。ことにあなたなぞは。 そんなことはございませんわ。い,いえ、お世辞ではありません。そのまますぐにパリの舞踏会へも出られます。そうしたら皆が驚くでしょう。ワットーの絵の中のお姫様のようですから。アキコはワットーを知らなかった。だから海軍将校の言葉が呼び起こした美しい過去の幻も。 ほのぐらい森の噴水とすがれていくバラとの幻も、一瞬の後には名残なく消え失せてしまわなければならなかった。が、人一,一倍感じの鋭い彼女は、アイスクリームのさじを動かしながら、わずかにもう一つ残っている話題にすがることを忘れなかった。私もパリの舞踏会へ参ってみとうございますわ。 い,いえ、パリの舞踏会も、まったく、これと同じことです。海軍将校はこう言いながら、二人の食卓を巡っている人波と菊の花とを見回したが、たちまち皮肉な微笑の波が瞳の底に動いたと思うと、アイスクリームのさじを止めて、パリばかりではありません。 舞踏会はどこでも同じことです。と、半ば独り言のように付け加えた。一時間の後、秋子とフランスの海軍将校とは、やはり腕を組んだまま、大勢の日本人や外国人と一緒に、舞踏室の外にある星月夜の露台に佇んでいた。 欄間一つ隔てた路台の向こうには広い庭園をうずめた針葉樹がひっそりと枝をかわしあってその小杖に点々とほおずきじょうちんの火を透かしていたしかも冷ややかな空気の底には下の庭園から昇ってくる苔の匂いや落ち葉の匂いがかすかに寂しい秋の呼吸を漂わせているようであった が、すぐ後ろの舞踏室ではやはりレースや花の波が十六菊を染め抜いた紫ちり弁の幕の下に休みない動揺を続けていたそうしてまた調子の高い還元学のつむじ風が相変わらずその人間の海の上へ容赦もなく鞭を加えていたもちろんこの露台の上からも 絶えず賑やかな話し声や笑い声がやきをゆすっていた。まして暗い針葉樹の空に美しい花火が上がる時には、ほとんどどよめきにも近い音が一同の口から漏れたこともあった。その中に混じって立っていた秋子も、そこにいた懇意の霊場たちとは、さっきから気軽な雑談を交換していた。が、 やがて気がついてみるとあのフランスの海軍将校はアキコに腕を貸したまま庭園の上の星月夜へ黙年と目を注いでいた彼女にはそれがなんとなく教習でも感じているように見えたそこでアキコは彼の顔をそっと下から覗き込んでお国のことを っっていらししゃるのでしょと半ば甘えるように尋ねてみたすると海軍将校は相変わらず微笑を含んだ目で静かに明子の方へ振り返ったそうして「のん」と答える代わりに子供のように首を振ってみせた「でも何か考えていらっしゃるようでございますわ なんだか当ててごらんなさい。その時、路台に集っていた人々の間には、またひとしきり風のようなざわめコ音が起こり出した。秋子と海軍将校とは言い合わせたように話をやめて、庭園の針葉樹をあしている夜空の方へ目をやった。そこには、ちょうど赤と青との花火が、雲でに闇を弾きながら、まさに、 消えようとするところであった明子にはなぜかその花火がほとんど悲しい気を起こさせるほどそれほど美しく思われた私は花火のことを考えていたのです我々の「リ」のような花火のことをしばらくしてフランスの海軍将校は 優しく秋子の顔を見下ろしながら教えるような調子でこう言った大正七年の秋であった当年の秋子は鎌倉の別荘へ赴く途中一面識のある青年の小説家と偶然記者の中で一緒になった青年はその時網棚の上に 鎌倉の知人へ送るべき菊の花束を載せておいた。すると、当年の秋子、今の栄一郎夫人は、菊の花を見るたびに思い出す話があると言って、詳しく彼に六名間の舞踏会の思い出を話して聞かせた。青年はこの人自身の口から、こういう思い出を聞くことに、 多大の興味を感じずにはいられなかった。その話が終わったとき、青年は英知老婦人に何気なくこういう質問をした。奥様は、そのフランスの海軍将校の名をご存知ではございませんかすると英知老婦人は思いがけない返事をした。存じておりますとも、 ジュリアン・ビオンとおっしゃる方でございました。では、ロティだったのでございますね。あの、大きく夫人を書いたピエール・ロティだったのでございますね。青年は愉快な興奮を感じた。が、エイチ・人は不思議そうに青年の顔を見ながら、何度もこうつぶやくばかりであった。い,いえ、 ロティとおっしゃる方ではございませんよ。ジュリアン・ビオとおっしゃる方でございますよ。